皆さんごきげんよう、さきのです。今回は韓国のデパコスでメイクをしてみました。っていうのもラヌージュとかヘラとか公式の通販サイトが日本にできたっていうのを知ってて、それがアモーレパシフィックって言うんだけど、それで買い物したんですよ。4日以内に届けてくれるっていうサービスをやってて、すごい嬉しかったのでそれで買いました。ちょっと私もね、初めて使うんですよ今日。なんか参考になんかわかんないですけど、ちょっとメイクしてみたので、それではメイクをしていきたいと思います。スタート。じゃあまず下地にラネージュの下地を使っていきます。これライトグリーン選んだんですけど、パープルもあったんだけど私はグリーンにしました。こんな感じですっごい緑、緑っていうかなんか白っぽい緑だね。なんかね、すごいいい匂いする。なんか石鹸なのか、これは石鹸みたいな匂いがします。で、出しすぎだからティッシュ取ろう。おいしい。そして洗ったけどあんまり綺麗にならなかったエスティのスポンジを使って伸ばしていきます。顔のこの赤みが目立つところ。続いてラネージュのレイヤーリングカバークッション、これ開けるとねこんな感じでパフが入ってるんですけど、パフも面白くってね、なんか2つついてるんですけど、上がねなんかでタオルみたいな生地になってて、下がねいつものクッションファンデーションのパフなんですけど、すごい変わってるんですよね。なんかこれこんな感じでね2つになってるんですよ。すごくない？蓋の部分にもこんな感じでついてんの。で、これがカバー力がすごくあるコンシーラータイプのコンシーラーだね。で、これがね普通のクッションファンデーションになってるから、気になるところこれで二重でカバーしてできるってやつなんだね。すごっと思って。先にねクッションファンデーションでやってからコンシーラーしようかな。はい、こんな感じでカバー力がすごい気がする。こちらかというとツヤ感がすごいなと思いました。コイホーを使ってコンシーラーでクマを隠していきます。普通に手でやった方がいいかもしれない。ツヤ感がすごいですね。チークもね買いました。これはねマモンドのフラワーポップブラッシャーってやつで、私このね紫の色をね買ったんですよ。すごい可愛くて、この紫が肩がついてます。すごい可愛い、こういうの好きですね。ちっちゃいブラシに取っていきたいと思います。なんか紫ってちょっとピンクっぽく肌にのせると発色するからすごい好きなんですよね。ポン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 ってのせます。うん、いい感じ。アイシャドウを使っていくんですけど、あのデパコスですね、韓国の。こんな感じの色になってます。私はピンクの色を選んでみました。いろいろあってブラウン系とか青系とかオレンジ系とかもあったんだけど、私はピンクにしてみました。なんかねすごいねスルスルした粉でしたね。上のねベージュの色とピンクを混ぜてアイホール全体にのせていきます。発色はいかにどうでしょうか。めっちゃサラッサラしてる。すごい細かいパール感が綺麗ですね。で、目の下にも塗っていきます。なんか私指先だけ日焼けしちゃって、ディズニー行ったら手の甲とも色が違うしさ、びっくりしたんですよねディズニー行ったら。そしたらこのブラウンを取って二重の幅に入れていきます。え、こんなに発色すると思わなかった。どうしよう。手でなじませます。うん、いい感じじゃない。はい、こんな感じのアイシャドウになりました。いい感じじゃないですか。ちょっとね発色しすぎてやばいと思ったんだけど、こういう色のやつを二重幅にガッツリのせるのしないかすごいいいかもしれない。そしたらですね、同じところのマスカラを使っていきます。これねブラウンを買いました。ウォータープルーフのロングになるマスカラらしいです。びっくりするぐらい繊維が入ってるんだけど大丈夫ってぐらい繊維が入ってますね。ビューラーでまつげを上げてやっていきます。すごいいい感じのまつげになりますね。確かになんか長さは出るけど整えながらやっていく方がいいかもしれない。これとかすごい長くなりすぎでね、長さだけじゃなくてボリュームも結構出ますね。下まつげにも塗ります。はい、こんな感じのまつげになりました。意外となんか長さっていうよりかはボリュームも出るなって感じがしますね。そしたらまたねヘラってところのリップを買いました。これね一回つけてみたんですけど、これわかるかな、ここにねマークがついてるんですよ。すごいそれが可愛いなと思いました。ちょっとこう怪我したんですけど気にせずに。こんな感じのなんかコーラルっぽいけどピンクみが強い色です。塗っていきます。はい、メイクが完成しました。こんな感じになっちゃった。
結構なんか目元濃いめ、こんなにアイシャドウとか暗い色とかをね二重幅に塗ることはあんまないんですけど、ちょっと特別にやってみました。デパコスって言われてるだけあって、すごいなんか質感とかが良かったですね。特にお気に入りなのがこのクッションファンデーションがすごい良かったです。なんかコンシーラーと普通のファンデーションが一緒になってるので、使い方をもうちょっと慣れたりとか手で使ったりとかした方がいいのかなと思って、でもツヤ感とかもすごい可愛かったから、これからも使おうと思いました。これが一番お気に入りかな、今回買った中で。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。で、Twitter と Instagram もやっていますので、説明欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。